字ですね。すべての光を存分に受けて、はい、それを跳ね返すような、うんね、ちゃんとした人だなと思います。嬉しい。そうですか、うん、素敵なコメントいただきました。ぜひ本日はそのボックスを大きくしたですね、こちらのパネルが今登場しておりますので、お二人のクリアな素肌とはをですね、ぜひ書いていただきたいと思いますので、よろしいでしょうか。さあそして桃井さん、あ、ちょっとおしゃれな字ですけれども、どんなことを書かれているんでしょうか。ちゃんとしたお勉強のできる字ですね。ちゃんとした人だ。桃井さん優しいですね、サポートしてくださって、字見たらわかるでしょ。お勉強のできる子です。はい、お二人ともありがとうございます。読めるものなら読んでみろ。いや、かっこいい字ですよね。はい、それではお二人にぜひ発表していただきたいと思いますが、はい、ありがとうございます。まずは長野さんからお伺いしたいと思います。せっかくですので、はい、ご本人から発表いただきます。お願いします。はい、私が思うクリアな素肌とは想定外の透明感です。はい、想定外の透明感ということで、長野さん、もうすでにですね、透明感あふれるイメージがあるんですけれども、うん、そんな長野さんがですね、その上を行く透明感というふうにおっしゃっているのすごいですけれども、だってもう長野さんから透明感あふれててます。そうですよね、嬉しい嬉しいです。でもやっぱりあの透明感があるで、うんうん、やっぱクリアな素肌といったら、まあ、クリアといったら透明感なのかなって私はちょっと思っていたんですけど、こうやっぱり透明感って何ですかね、こう全ての光を存分に受けてそれを跳ね返すような、あのこう何、しなやかさ強さがある肌なのかなと、あの私は思っているので、私自身も透明感がある肌をこれからも自分で作っていきたいなとも思いますし、まあ普段のこの生活の運動をしたりとか血流を良くするとか、そういうちっちゃなことでもそうなんですけど、ピテラをいっぱい使って目指していきたいなという思いを込めて、はい、はい、書きました。素敵ですね。もう パチパチパチと拍手されていらっしゃいますけれども、ね、ちゃんとした人だなと思います。嬉しい。そうですか、うん、素敵なコメントいただきました。桃井さんにとってのクリアな素肌発表をお願いいたします。私はあの読めないと思いますけど、私を見てっていうのにしたんですが、かっこよすぎます。そんな自信があるんじゃなくて、やっぱり、その頃から、うん、さっきお話した頃から使い始めて、うん、本当に何にも他のことやってないでスケート2だけに助けられて、あのまあそれぞれのクリアっていうんで言ったら、そこそこのクリアでもいいんですけど、はい、まあ73でこれぐらいだとまあいいよねっていう、ちょっと小綺麗な老後を目指してますっていう、そういうクリアさが、うん、やっぱり若いクリアさとは違って年を食った人の肌のクリアっていうのもあって、はい、その顔つきが締まってきて、うん、肌もちょっとあの締まってきて、その張ってんのから締まってきて筋肉のような感じに訓練していくんですけど、だからなんかそのここまで長く使ってきて、これぐらいまであの 98% ピテラなんで、だからまあ70まで使ってすこぶる幸せな思いをしていますので、私を見て。いやー、かっこいい。なんかもう本当拍手したいですね。はい、本当に桃井さんらしく素晴らしいお答えいただきました。まさにね、戦友と歩まれてきた自信のように感じられます。